カスケーズ女子工場はタスマニア州サウスホバートにかつてあった女性囚人のための刑務所兼工場である。敷地内には5つの工場、墓地が残る。1827年に建設され、1856年まで供用された後に廃止された。2010年、ユネスコの世界遺産に他のオーストラリア国内の10の史跡と共に、 オーストラリアの囚人遺跡群の一つとして登録された。サウスホバートに女性刑務所権工場が建設された目的は女性囚人をホバートの悪い監修から隔離することとまた不道徳で腐敗しているように見えた女性囚人をホバート市内から隔離することで社会秩序を維持することにあった。しかしながらカスケーズ女子工場が設置された場所は水はけが悪く、また 囚人の数も、収容能力を大幅に超えていたこと、衛生状態が悪かったこと、慢性的な食料不足という様々な要因が相まって死亡率が高かったとされる。カスケーズ女子工場は当時の姿を残す唯一の女性刑務所であり、2010年、オーストラリアの囚人遺跡群の一つとしてユネスコの世界遺産に登録された。1827年、 植民地政府による工場建設が決定された。翌年にはカスケーズ女子工場第1工場が完成した。さらに、1832年には2年前から建設工事が実施されていた第2工場が完成した。拡張工事は続き、1845年には第3工場、1850年には第4工場、1853年には 第5工場が完成した。1856年、工場の役割を終え、工場の敷地は女子刑務所となった。しかし、カスケーズ女子刑務所の教養は1877年に終了し、当時、刑務所内にいた女性囚人は、ホバートのキャンベルストリート刑務所に移されることとなった。カスケーズ女子刑務所が閉鎖された際には、 女性囚人の家族も含めて41人が刑務所にいたと記録されている。その後もカスケーズ女子工場の敷地は少年院や感染症の隔離病院。さらには1888年からは産婦人科病院の機能も追加され使用されてきたがカスケーズ女子工場の産婦人科病棟は1896年に閉鎖された。 少年院では少年たちの強制教育と出所後のために商業教育が施されると同時に工場内では農業、ガーデニング、大工作業が行われた。研究によると少年院には随時30人程度の少年がいたとされる。女子工場から転用された後は様々な用途に用いられてきたがカスケーズ女子工場の敷地は1904年に 完全閉鎖となった。カスケーズ女子工場を含めた女性囚人の研究がタスマニア州では展開されており、女性囚人のリストがホームページ上にリストアップされている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ABCDE カスケーズフィメールファクトリー オーストラリアヘリテッジデータベース2011年7月22日閲覧 ABCDEFGHIJK カスケーズフィメールファクトリーヒストリックサイトタイムラインリサーチタスマニア2011年7月22日閲覧 AB カスケーズフィメールファクトリーヒストリックサイトハウスオブコレクションフォーフィメールズ リサーチタスマニア2011年7月22日閲覧 ABC カスケーズフィメールファクトリーヒストリックサイトボーイズリフォーマトリートレーニングスクールリサーチタスマニア2011年7月22日閲覧 AB カスケーズフィメールファクトリーヒストリックサイトライニングインホスピタルリサーチタスマニア2011年7月22日閲覧 フィメール完備クッズリサーチグループリサーチタスマニア2011年7月22日閲覧ありがとうございます